第33回主要国首脳会議にて、右から2番目ロマーノ・プローディは、イタリアの経済学者、政治家、首相、会議員、民主党議長、欧州委員会委員長、商工大臣、レッジョ・エミリア市議会議員を歴任。エミリア・ロマーニャ州レッジョ・エミリア県、スカンディアー出身。ミラノ・カトリック大学を卒業後、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで学ぶ。 1963年からボローニャ大学において産業政策の講師となり、1966年には同助教授、1971年から教授として活動する。1978年、産業政策の実績を買われ、第4次アンドレオッティ内閣で商工大臣に就任。1995年2月、シルビオベルルスコーに首相率いる与党、 ポルルザイタリアに対抗する中道左派勢力の首相候補として名乗りを上げ、会員選挙への出馬を表明。中道左翼連合、オリーブの木を結成し議長に就任した。1996年4月の総選挙で勝利し、5月17日首相に就任。約2年半後の1998年10月9日、共産主義再建党の格外協力が得られなくなったことを受けて、 内閣総辞職した。その後活動の場を欧州委員会に移し、1999年9月から2004年11月まで欧州委員会委員長を務めた。2005年、オリーブの木を発展させた中道左派連合、ルニオーネを結成。2006年の総選挙では、ルニオーネを率いて、ベルルスコーニ政権の中道右派連合、自由の家に挑み、 僅差で勝利。再び首相に就任した。しかし左派から、キリスト教民主主義政党までを含む旧、開派連立政権の運営には苦心し続け、2007年2月21日には、イタリア共和国軍のアフガニスタン駐留延長を含む外交方針案が一部の与党議員による増反によって否決されたことを受け、ナポリターの大統領に辞表を提出。野党連合は、 総選挙を求めたが、大統領は辞表を正式には受理せず、続投を要請。翌月両院の信任を受けて、危機を乗り切った。その後、中道左派政党を結集すべく、ルニオーネの中心政党で、イタリア共産党の流れを組む、左派、左翼民主主義者と、中道右派、マルゲリータを合流させ、新党、民主党を結成し議長に就任した。二千八年一月、 ルニオーネに所属していた欧州民主連合人民初期長のクレメンテ・マステラが自身への汚職捜査に対する不満と小選挙区制の復活を柱にする選挙制度案への危機感から連立離脱を表明政権は上院で少数与党となったこれを受けて2008年1月24日上院で内閣新任決議案の投票が行われたがその結果は 賛成156、反対161、危険一で、決議案は否決されたため、プローディは内閣総辞職を大統領に通知、政権は崩壊した。大統領は暫定政権の構築を試みたが調整がつかず、結局2月6日に議会を解散した。プローディは、その直後の記者会見で、今度の総選挙には出馬せず、政界から引退すると発表した。 2013年5月15日に、ジョルジョ・ナポリターの大統領の任期が切れることに伴い、フランコ・マリーニ現状委員議員と共に候補として、名前が挙がったが、必要な票数を獲得できなかった。ジョージ・ W ・ブッシュ、ヨーラン・ペーションと談笑、移民主党、大統領に、プローディ使用率から、妥協策を断念。ブルームバーグ .co.jp。Co. J p http://www.vloomberg.co.jp:/news:/123-mlh60j6k-0zp01.html2013 ht コロンススララッッシシュュ年4月20日閲覧議会第1回投票で大統領選出できずマリーニ現状委員議長の得票数必要数下回るロイター <Vale. S 2> h t t p ロイタ t e r c o m アーティクルマーケッツニュースエジピジット837兆3623億2013万4182013年4月20日閲覧異大統領異例の続投へ4回目投票も決まらず読売新聞 http://www. 読売 COJP ワールドニュース 2013万4 2ト1 t 0 0 8 4 7 h t m 2013年4月20日閲覧。ありがとうございます。